1961年夏時点の、T、モーにおけるゴッタルド。ゴッタルドは、スイスのチューリヒとイタリアのミラノをゴッタルド鉄道トンネル経由で結んでいた国際列車である。運行区間は、スイス側はバーゼルやビンタートゥール、ドイツのシュトットガルトへ、またイタリア側ではジェノバまで延長されていたこともある。1961年に T として運行を開始した。 1988年にユーロシティとなったが、1995年にはインターシティに格下げされ、1997年にチザルピーノがチューリヒミラノ系統での運行を始めたのと引き換えに廃止された。1997年からはチューリヒローマ間のユーロナイトが列車名を引き継いだが、この列車は2003年に他の列車と統合され、 ゴッタルドの名は消滅した。T として、初の電車列車の一つであり、また一等車のみからなる、国際列車としては最後まで残った、T である。ここでは、TT1 位のなど、その他のチューリッヒ・ミラノ間の列車についても述べる。ゴッタルドトンネル北側のループ線1957年に、発足した T は、当初すべての列車が起動車列車であった。しかし、 スイス連邦鉄道では、アルプス山脈越えなどの急勾配区間を含む路線では、機動車では出力不足であり、より強力な電車の開発を進めていた。ゴッタルド峠を越えて、スイスの中ヒとイタリアのミラノを結ぶ路線も、そのような急勾配路線の一つであり、ゴッタルド鉄道トンネルの両側では26パーミルの勾配が連続していた。 1961年7月1日、チュリヒ・ミラノ間にに往復の T が新設され、ゴッタルド、ティチーノと名付けられた。これらの列車は新たに製造された、スイス国鉄のライ T2 型電車を用いていた。列車名はそれぞれゴッタルド峠とティチーノ州の、イタリア語表記に由来する。所要時間は4時間ちょうどで、表低速度は時速 73km であり、 としては遅いただしこれは、ゴッタルド峠越えのみが原因ではない。実際1962年のダイヤにおいて、峠の前後のビアスカとエルストフェルトの間の表低速度は時速 78.4km であり、ルガーのイナン、特に国境のキアッソからミラノ市内にかけて他の列車と線路を共用する部分の方が遅くなっていた。 チューリッヒとミラノの発着時刻は以下の通り。なお、ティチーノの北港、南港とゴッタルドの北港は同一の車両によって運転されており、20分から25分で折り返していた。1965年5月30日のダイヤ改正からティーゴッタルドの運行区間はバーゼルチューリッヒミラノ間に延長された。ただし、車両の所属する基地は、 チューリッヒのままであり、早朝にチューリッヒからバーゼルへ、深夜にバーゼルからチューリッヒへの改装が行われていた。ティチーノはチューリッヒ発着のままであった。1969年6月1日には、北高のゴッタルドの終点はチューリッヒに戻された。なおこの時、バーゼルとミラノをゴッタルドトンネル経由で結ぶティーとして、ローラントが新設されている。 ただしこの列車は、チューリッヒを通らず、時間帯も、ゴッタルドとは異なる。またこの時南港ゴッタルドのチューリヒミラノ間の所要時間は3時間47分、標定速度は時速77.4キロメートルとなった。これは、チザルピーノの登場まで同区間における最短記録となった。1974年夏時点のティーモーにおける、ゴッタルド。 1974年5月26日のダイヤ改正で TT チーノは廃止された。これは同改正で、それまでゴッタルド、T チーノと共通の車両を用いていた T シザルパンが客車列車化され、代わってこの車両が T エデルバイス、イーリスに当てられたことによる運用の変更によるものである。 ティチーノという列車名はこの後1982年までミュンヘン・チューリッヒ・ミラノ間の急行列車に用いられた。一方ゴッタルドはこの時のダイヤ改正から夏ダイヤ期間に限りジェノバまで延長されるようになった。1979年の冬ダイヤからゴッタルドがバーゼル始発となるのは平日のみとなった。さらに1980年には 夏のジェノバへの延長が打ち切られ、1982年夏、ダイヤからは、平日も中ーリー非始発となり、ゴッタルドの運行区間は新設当時と同じものに戻った。1970年代末から1980年代にかけては、多くの T が廃止あるいは二等車を含むインターシティなど、別の種別の列車に置き換えられていたが、ゴッタルドは T のままであった。 1987年5月31日のダイヤ改正でユーロシティが発足した際にはゴッタルドは国際列車としてはただ一つ残った T となった。ただしこの改正でダイヤは大きく変更された。南港ゴッタルドの始発駅はチューリッヒ空港となり時刻もそれまで8時台にチューリッヒを出ていたのがチューリッヒ空港発14時18分。 中央駅発14時34分となった。折り返しのミラノ発もそれまで17時台だったのが19時30分となった。なお、北港列車の終点は中リー市中央駅のままであった。1980年に国際列車の新たな種別として国際インターシティが登場した際には、ティチアーノ、メトロポリターノといった。 ゴッタルドトンネルを通過する列車がインターシティとなった。しかしこれらはいずれもチューリッヒを経由しておらず、チューリッヒとミラノを結んでいたのは T ゴッタルドの他4往復の急行列車のみであった。しかし1987年5月31日のユーロシティ発足の際には、 ゴッタルドトンネルを経由するシュトットガルトチューリッヒ、ミラノの系統に、以下の3往復半のユーロシティが新設された。なおシュバーベンラントの北港は、チューリッヒ発シュトットガルト行でありゴッタルドトンネルを、越えない。このかチューリッヒキアッソ間のスイス国内列車と合わせると、同区間は2時間間隔の等間拡大ヤとなった。 1988年9月25日には、T ゴッタルドが、停車駅やダイヤは全く同じままで車両のみを二等車を含むラベー、福村べ EC 型電車に取り替え、種別を、ユーロシティに変更した。1989年5月28日には、南港のゴッタルドは、ビンタートゥール発となった。またこの時同系の電車を利用した、ユーロシティ、マンゾーニが新設された。 マンゾーニの停車駅はゴッタルドと同じであり、他の客車ユーロシティと比べると停車駅は少なく、所要時間は短かった。1990年夏ダイヤ改正では、ゴッタルド、マンゾーニ以外のチ中リヒミラノ系統のユーロシティが、インターシティに格下げされた。1991年夏改正では、南港のゴッタルドの始発駅は、チ中リヒ空港駅となった。 また、チューリッヒ・ミラノ・ローマ館のユーロシティ、ラファエロが新設された。1992年冬ダイヤ改正で満象には廃止されたが、1993年夏改正には、ティチーノがチューリッヒ・ミラノ館の客車ユーロシティとして復活した。1994年7月22日、チューリッヒ・業のゴッタルドがファイド近くで脱線事故を起こした。 この事故の影響で、同年8月8日からゴッタルドは、客車列車に置き換えられた。客車化による、速度低下と、キアッソでの機関車交換のため、チューリッヒ・ミラノ間の所要時間は26分伸びて4時間28分となった。1995年夏ダイヤ改正で、ゴッタルドとティ・チーノは、インターシティに種別を変更した。ゴッタルドの停車駅は、 他のインターシティと同様のものになった。南港のゴッタルドの始発は、ドイツのシュトットガルトとなった。この時チューリーヒミラノ間で、ユーロシティとして残ったものはラファエロのみである。この区間では、インターシティが2時間間隔で運転されており、アルトゴルダウ駅でのバーゼルミラノ系統の IC、EC との乗り継ぎを含めれば同区間は1時間間隔の等間隔ダイヤとなっていた。 チューリッヒ湖畔を走る、チザルピーノ1997年の夏ダイヤから、チューリッヒ・ミラノ系統でも振り越し機電車による、チザルピーノが1日に往復運転されるようになった。このダイヤ改正から、同区間の元ゴッタルド、ティチーノなどであった、インターシティは、列車名を名乗らなくなった。チューリッヒ・ミラノ間の所要時間は3時間40分と、 なり、インターシティと比べて48分短縮された。チザルピーノは、その後増発されて1998年冬、ダイヤでは4往復となった。うち2往復はシュトットガルトまで、1往復はフィレンツェまで延長されていた。このほかチューリッヒ・ミラノ間には4往復のインターシティも運行されていた。2005年冬ダイヤ改正では、 チューリヒミラノ系統の客車列車のインターシティも、チザルピーノ車による運行となり、ユーロシティに種別を変更した。2006年冬改正では、チザルピーノのシュトットガルトへの乗り入れが打ち切られ、2007年冬、改正では、レッチュベルクベーストンネル開業に伴う運用の変更で、振り越し電車のチザルピーノが増発された。2009年に、チザルピーノ車は解散し、 同年冬ダイヤ改正からチューリヒ・ミラノ系統の列車はスイス連邦鉄道とトレニタリアの運行するユーロシティとなった。1997年冬ダイヤ改正からチューリヒ・ローマ間をゴッタルド鉄道トンネル経由で結ぶ夜行列車ユーロナイトがゴッタルドを名乗るようになった。これはスイス各地とローマを結んでいた多層建て列車であるユーロナイト・ローマのうち チュリヒ発着編成を分離して独立した列車としたものである。この時のゴッタルドにはチュ中ヒベネツィア間の客車も連結されていた。2003年5月18日にはチュリヒ発着編成は再びローマと統合され、ゴッタルドの名は消滅した。ローマは2006年冬改正でルナと改名され、2009年冬改正で廃止された。 2010年から11年冬ダイヤにおいては、チューリー・ヒミラノ間には1日7往復のユーロシティが2時間間隔で運行されている。アルプトランジット計画の一環として、ゴッタルド峠では、ゴッタルドベーストンネルの建設が進められており、2017年に開業する予定である。同じく建設中のチンメルベルクベーストンネル及びチェネリベーストンネルと合わせると、 チューリッヒ・ミラノ間の旅客列車の所要時間は2時間40分にまで短縮されると見込まれている。さらにこれらのトンネルの間についても高速化の構想があり、実現すればチューリッヒ・ミラノ間は1時間30分となる。主なダイヤ改正時点におけるゴッタルドの停車駅は以下の通り。比較のため1997年夏。 ダイヤと2009から10年冬ダイヤにおける、チザルピーのユーロシッティの停車駅も掲げる。ライ t 2型電車、T 時代のゴッタルドと t 1ーのは、スイス連邦鉄道のラエテイテイ型電車を用いていた。従来の T はすべて機動車列車であったが、スイス国鉄はゴッタルド峠の26パーミルの勾配でも高速に、走行できるよう新型の電車を開発した。 西ヨーロッパの主要な4通りの電化方法に対応している。固定編成の電車ではあるが、動力車は中間の1両のみであり、この車両には客席がないなど、実質的には動力集中方式である。最高速度は時速160キロメートルで、車体の設計にはスイスの軽量客車の技術が用いられている。 1961年の登場時には5両編成で、一等制御車、動力車、食堂車一等付随車一等制御車という、編成であった。T においては、開放座席車の方が評判が良かったため、一等車は、すべて定員42名の開放座席車で、コンパートメント車は存在しない。また、以前に、スイス国鉄が、 オランダ国鉄と共同で製作した機動車では、食堂車は半室であったが、これが狭くて不評であったために、動力車に厨房を設置し、食堂車は1両の約2、3を食堂に、さらに残り約1、3にバーを設けたものとした。動力車には、電化方式や各国の河川の使用の違いに対応するため4つのパンタグラフが備えられている。 台車は三軸で、おのの外側の二軸が、動力軸、中間の車軸は、無動力である。車内は、機械室と通路の他は乗務員室、荷物室と食堂車用の厨房で占められている。1961年から1974年まで、ライ・ T2 型電車は、T ゴッタルド、T チーノとシザルパンと共通の運用であり、 1> 来1 5 1から来1 5 4までの4編成が4日周期で以下のように運用された。1966年10月1日からは一等付随者が1両、増やされ6両編成となった。なお動力者は、最初から6両編成でも十分な出力を確保、できるよう設計されていた。1974年5月26日から、 ティチーノの廃止とシザルパンの客車化による運用の変更で、ライ・ T2 型電車は、ゴッタルドの他ブリュッセル中立機間の T、エーデル・バイス、イーリスと共通の運用となった。1981年のイリスのインターシティへの格下げ以降は、ゴッタルドは本形式の電車による唯一の T となった。 ラベ EC 型電車1988年9月25日のユーロシティカゴア、ゴッタルドは、ラエ T2 型の一部車両を二等車に改造した、ラベ EC 型電車で運転された。一等車二両が二等車に、食堂車のバー部分を除いた部分が二等サロン席に改造され、定員は一等84名、二等108名、二等サロン席39席となり、食事は、 各座席まで運ばれる、シートサービスを基本とするようになった。また塗装は、クリーム地に赤の T 色から濃淡2色の灰色に変更され、灰色のネズミの愛称で呼ばれた。1989年から1992年まで運行されていた EC 万蔵にも、同形式の電車を用いていた。この時期には他にもジュネーブ・ローザンヌ・ミラノ系統や、 シュトットガルトチューリーヒ系統のユーロシティの一部にも用いられていた。1994年の脱線事故の後、ゴッタルドでは用いられなくなった。他の定期列車での運用も1999年に終了した。その後、スイス国鉄の鉄道保存部門である SBB ヒストリックにより、ラベ1053編成が T 当時の外観に復元され、 2003年から観光列車として不定期に運転されている。2003年6月12日の運行開始時には T ゴートルドの名前が用いられた。スイス国鉄の展望車脱線事故の後、1994年8月8日からゴッタルドは電気機関車牽引の客車列車となった。途中、キアッソでスイス国鉄とイタリア国鉄の機関車の交換を行った。 1995年夏ダイヤ改正からは、ゴッタルドには、スイス国鉄の一等展望車が連結された。1997年から、ゴッタルド系統でもットル470電車による、チザルピーノの運転が始まった。ットル470は給料固定編成で、車体傾斜機能を持ち曲線の通過速度が、向上している。電化方式は、 交流 15KV16 に 3Hz と直流 3000V の2通りに対応する。2009年に運行を始めた1トル610電車は2012年からゴッタルド系統には用いられ、ゴッタルドベーストンネル開業後も同系統でも用いられる計画である。ありがとうございます。